きらです。やっほーひなたです。やっほーりなです。はい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 、はい、今回はすみっこ暮らしのじゃーん、クッキーチャームコット2を3人で開封していきます。イエーイ。かわいい、かわいい。みんなすみっこ暮らしはお好きですか？大好きです。私も大好きです。誰が好き？猫。猫。トカゲ。シロクマ。ミノチゴ。せーの、レッツゴー。バンダイナムコの提供でお送りしております。かわいいね。本当になんかホットクリームとかチョコペンで描いたみたいになってる。美味しそう。じゃあ開けますね。開封。開けます。3、2、1、あ、ハナズセパーン。え、ここの部分モクモクしてる。なんかかわいいね。あ、あ、あ、は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 あ、なるほど、なるほど、ふふふふふふ、はあ、はあ、やばい、かわいいんだけど。あれさ、これね、全部振り分けると2個余っちゃうんですよ。発生しましょう。じゃんけん。はい、そうある。じゃんけんぽい。はい、これでしょ。はーい。じゃあ私が飲みます。あと一個。最初はグー。じゃんけんぽい。はい、これでしょ。はい、これでしょ。ひなたちゃんに、私とひなたちゃんが5個で、みなちゃんが4個。ラインナップはこんな感じなんだけど、みんなどれが欲しい？私は11番の白クマ、かっこお休みが欲しいかな。リナは14番の猫、かっこお休み。おお、おやすみ。理由は可愛いから。可愛いから、やっぱ単純にね、可愛いって欲しいよね。私は15番のトカゲのお休みが欲しいです。みんなお休み？おやすみなさい。やばいのか？何時寝た？じゃあ早速1個目いきましょうか。せーの、じゃん。あー中身を開きましょうか。せーの、じゃん。お？ペンギン。シロクマ。これは、これは何だろう。エビフライの尻尾。エビフライの尻尾&アジフライの尻尾。アジフライ？アジフライあるんです。初めて聞いた気がする。かわいいんだよ。かわいいね。うん、本当にクッキーみたいで美味しそう。はい、じゃあ2個目やっていきましょう。こういう時ってさ、大抵さ、人の推しが出るよね。せーの、じゃーん。あ、トカゲ。お、白クマ。8番のタピオカ。タピオカ。タピオカ、え、かわいい。タピオカ。見せて見せて。え、推し出た。推し出た。推し出ない。トカゲが出ました。はい、かわいい。かわいい。すごくかわいい。クモを食べてて、かわいい。クモって食べれる？抱きついてる。抱きついてる。あ、枕みたいな。私のは欲しかった白クマ、おやすみです。チャームついてる。紫だよ、しかも。似合う？似合います。リナは8番のタピオカが出ました。かわいい。かわいい。推しが出なかったけど、これもかわいいと思いました。うん、一番好きなところはタピオカの赤ちゃんみたいなところが推しです。じゃあ3つ目いきましょうか。3つ目。せーの、じゃーん。何が出た？猫。ハゲ。リナの推しが。あ、白くんもめっちゃいい。それめっちゃ可愛い。え、何番？え、それ何？レアじゃないの？いや、9番。9番。9番。ひなたちゃんの推しではありませんか？ひなたちゃんが欲しいって言ってたの。ゲットしました。3個目は9番の白クマ&風呂敷が出ました。さっきの一番最初に当てた白クマと
今開けた白クマがなんか雰囲気が違うって可愛いなと思いました。でもなんか洋服は同じっぽい、うん、こっちは起きててこっちが寝てる、で起きてると寝てるだけで全く違うのが分かりました。それ好き、なんかなんか可愛いね、プッチみたい私は15番の、ひなたちゃんが欲しかったトカゲおやすみが出ました。赤ちゃんがさ生まれた時さ、なんかめっちゃタオル包まれる、そうそう、そう、それみたい、それみたいね、めっちゃ可愛い、可愛い、可愛い、やったさっきの白クマはなんかお花だったね。そうだね、本当だ、お花だね、違う、すごい、また可愛い、可愛すぎる。私は猫が出ました。可愛い、耳がペコって、ペコってなってる可愛いです。じゃあリナちゃんは次最後だけど、私たちはまだありますねじゃあリナちゃんにとってはラストパートです。そしたら当てたい、当てたい、いっせーのせーじゃーん、あー、とんかつ、一緒、なにこれは、これはジャスオ&タピオカ、ジャスオ&タピオカか、え、私たち一緒、オーマイガー、オーマイガー、え、これさハートじゃない模様ね、ハートとエビフライ、エビフライ、エビフライ、エビフライちっちゃリボンついてる。みんなエビフライ食べます？大好物です。あ、待って、一緒の絵かと思ってたら全然違った。私はこれは、あ、これがおやすみなさいのパターンで、こっちがノーマルパターンだ。あ、一緒かと思ってた。そういえばあ、ねえキラちゃんおやすみなさい最初に持ってて、るシロクマ、トカゲ、マグロ、あ、違う、マグロ、シロクマ、トカゲ、トンカツ、油トンカツの3人のおやすみなさいバージョンが出てます。はい、みんな冷静に臨機応変に、みんな大丈夫、大丈夫、私だけ平常心を保ちましょう。今日私はトンカツが出ました。ウェーイ、鼻かわいいね、手をこうこうこうしてて、いやーい。ちなみにとんかつ知ってます？とんかつ知ってます。あ、みっちゃんの推しですね。そう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 、油で揚げた残り、あ、だから油よひどくね、その推しをひどくねごめんなさい。とんかつの端っこ、お肉 1% 脂肪 99% 油っぽいから残されちゃっただそうです。え、これ油 99% えぐいな、油やもただの油じゃん、それな6番の雑草&タピオカを当てました。タピオカ飲みたい。タピオカってどっちなんだろう、リナ好きなんだろうか。雑草はいつか憧れのお花屋さんでブーケにしてもらうという夢を持つポジティブな草、フラワーブーケ。ちなみにタピオカは何なんですか？吸わずに残されちゃったタピオカさん。え、めっちゃ詳しくない？え、赤、ピンク、青、黄色がおるよね。黒もなんか確かにおるおるおる。ミルクティーだけ先に飲まれて残されてしまったひねくれ者。めっちゃかわいそうなんだけど。え、でもひねくれ者って悪い人じゃないの？ブラックタピオカだって。あ、性格悪そう正解、普通のタピオカよりももっとひねくれている。あ、もうひねくってあげます。じゃあ私たち最後見届けてください。はいはい、じゃあ行きますか。集合出したいですね。あ、集合お願いしますよ。行きます、せーの、じゃん、じゃん、あ、え、え、ひなた、あれ、あ、すみません、間違えました。あれって思ったごめんなさい。お、ペンギン、猫、ペンギン。キラちゃんはもうおやすみだ。おやすみ、おやすみ、全クリ、全クリ。猫、猫以外、猫以外全クリしました。猫が着ているものに肉球がいっぱいついていて可愛いです。ねえこ、ねえこ。さっきからつぼってます。あの、猫以外のおやすみシリーズを全クリしました。で、ペンギンハテナのおやすみバージョンかな。これは三角形
ですね。キュウリの模様。これキュウリ？人参に見えた。キュウリ？キュウリ？キュウリ？ペンギンって音楽聴くの好きなんですよね。あ、言ってたね。私と一緒。私音楽聴くの好き。で、ペンギン本物がいるんだって。あ、そうだよ。知ってます。青色です。そう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 。これカッパってやったってこと？この子、うん、そうだからカッパなのか自分が何かわからないんだって。だからハテナ。そう、ペンギン本物は白クマが北にいたところに出会った友達、遠い南からやってきて世界中を旅しているそうです。スイカでいいやん。なんで？スイカでいいやん。はい、ということで3人で隅っこ暮らしのクッキーチャームコット2を弾いていきました。私が一番お気に入りはこちらです。白クマのおやすみ。みなが一番お気に入りの子はこちらです。いや、私それ一番好き。まあ、推しは出なかったんだけど。確かに可愛い。可愛い。ひなたちゃんは？私のお気に入りはこのトカゲ。トカゲです。やっぱ推しですか？推しだよ、ね、みんな推しは出てはないけど。出てはない。はい、けどまあ推しはね、弾いてくれたからひなたちゃん。ウィンウィンということで、もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ名古屋。